ぐっちぇん。はい、一日中スマホいじってる皆さん、どうもこんにちは。ティラと申します。今回はね、今実写撮ってるんですけど、この実写のうちね、白痴はね、お蔵入りなんですけどね。今日はね、新章を回しに行きます。ドラゴンクエストの、ね、何だっけあれ、今の名前、スキャバとか。スキャバとのね、新しい章が稼働しました。ということで、回しに行きたいと思います。いや、ツイッターでよく見るじゃないですか、なんか安い金額で出たとかね、ちょっとやってみたら出たとか、そういう報告あるじゃないですか。僕はね、思うんですよ。ツイッターにああいう情報が流れとるやろ、こっちはね、 YouTube で現実の情報を流そうかなって。もういきなり何やってんでしょうね、本当にね。というわけで新章稼働したんで、まあ軽くざっくり1万以上はかかると思う。まあ1万ぐらいとりあえず、まあ分回してみようかなと思います。まあ画面とかはほとんど映さないで、カード出てるとこだけみたいな感じになると思うんですけど、まあ1万円ぐらいとりあえずまず使って、まあ、それでね、様子見て、もしあれやったらまあ2万3万とは。あれ、スキャバトってこんなゲームだっけな。じゃあ行ってみましょうか。レディーゴー。もうガンガン入れてきますよ。とりあえずまず1万、これ1万です。あのさ、今後ろに人いてさ、すげえ悲しい目で見られて、何してんだ俺。よし、やるか、いくぜ。チケットは1枚ずつ抽選されるぞ。まずこれ続けていくよ。いいね、ダンスラゴンかっこいい。嘘やろ。嘘やろ。ちょっと待ってくれよ。はい、エラーが出ました。なんかね、連続購入してると当たり前けど、エラーが出た。ちょっと間隔空けつつね、慎重にやってきますわ。直してた時にちょっとね、怖いな。ちなみにスプリントのここに白線入ってるんですよ。あれ、なんか来たわ。チケットを買いたいんだ。それなら100円をマシンに入れてね。すげー迷ったんだわ。2000円使ってこんな味だったから。抽選されるぞ。まあでもやるか。それじゃあ受けていくわよ。いいね、いくわよ。それじゃあ続けていくわよ。経験値は
1000、これで僧侶の経験値がアップしたぜ。これで3000ですね。3000は特に何もなかったかな。ここが1000は、まあ、3期で過ぎたから2000の時に、あと1回は10回何も出えへんかもしれんな。こっちのノーマルチケットね。シルバーデビューいいな、やっぱモンバトル使ってるからさ、かっこいい、好きだわ。これ欲しい、これ3番欲しいな。4000円で、まあさっきの線も何もなしですね。急に戻ったよ。なんか出たり出なかったりするな。これしまいきなね。おっと。オッケー。6000円目でスタックね。オッケーいいよ。いいね。まあ使わないけど。これはこれで6000です。まあでもスタート出たからね。あと4000か。じゃあ7000目いきます。見てとかの演説演説好きやな。まあいいんじゃない。7000目です。ひがりは行ったまでで、じゃあ8000目いきます。よし、いけるぞ、よし、当たれ、やったー、勝てたもん。実はですね、これパッと見1万じゃないでしょう。実はですね、あの後やめられなくてあの2万部くらいぶっこんじゃいました。その結果でもね、メタルキングのタツが全部ね揃いましたよ。ほら、極限の極限とか、まあ全部じゃないけど実際出てないカードもあるんですけど、ほとんどね揃ってね一つだけでも言っていい？まあ YouTube だとさ、みんなこうやってお金使ってさ、うん、ダメだよやっぱりお金ね大事に使うべきだよ本当思いますよ。これスキャマトってこんなゲームじゃないですから。皆さん違いますからね、こんなゲームじゃないからなはい、というわけでこれ今回これぐらいで終わりたいと思います。お金は大事にしてね。